見えるカメラマガこんにちは一般社団法人 GP の村松大輔です今日もですね、公式,、えー、式 LINE ご登録者からご質問いただきまして、この愛でいなきゃいい、愛を出した方がいいんだけど、なんかこう不安が出てしまうというところで、この不安感情をどうしたらいいのかなと。 と,いうところですねそれ私自身もかつてですごーくこうあったんですが、えー、そのところの話周波数的にどう見ていったらいいかなというところを話させていただきたいと思いますでは画面の共有です愛と不安というところですねご質問いただきました突然のコメント失礼しますお聞きしたいのですが愛や感謝を自分で響かせたときちゃんと響かせているかな この方法で合ってるかなっていうふうに不安とか迷いを感じることがあります。この時多分不安フォトも出ちゃったんじゃないかなと思います。で、その方からのご質問は、男の方、男性の方なんですけども不安だよねとか迷いがあってもいいよねっていうふうに自分のネガティブ感情に対してねぎらったり。 響いたとしても響かなかったとしても、どっちの結果になってもいいよねっていうふうに、両者の結果に許可してあげるのはいいかなと思うのですが、まさに、まあ、おっしゃる通りですね。もし、愛や感謝を響かせたことに対して、不安や迷いが生じたときに、どう対処していけたら、い,い,いけたらいいのかなと、えー、お話しいただけたら嬉しいです。と、えー、30代の男性の方です。ありがとうございます。でご質問されたい方はですね、まあ,あ、結構、多くの方ご質問して,してくださりありがとうございます。こちらの、 公式 LINE で質問を受けたまっておりますので、こちら QR コードをピッとこう読んでいただいて、あるいは概要欄、YouTube の下のですね、コメント概要欄のところに LINE のサイトがありますので、そちらから QR コードを出して、LINE で読んでいただければ、そちらのところにコメントしていただければ、対応させていただければと思います。で、実際に不安と愛っていうのを、不安が出た時に愛っていうふうに、天秤でこう両方どっちかなーって、こう 考えるのではなくてですね、この不安かな、愛かなってこう、二者というよりも、そもそも私たちのミクロのミクロを見ていくと、どうなってるのかなというとですね、体があって、細胞があって、原子があって、原子のところにフォトンが飛び交ってます。で、フォトンに不安という感情があります。で、えー、その素粒子、原子、素粒子の元の紐の その根源がゼロポイントフィールド。でゼロポイントフィールドが宇宙上を満たしていて、ランスロー博士はそこ、愛の周波数帯ですよと言っています。でその愛の周波数帯があって、そこからフォトンが生まれてきて、不安とか嬉しいとか大丈夫とか無理とか、いろんな感情が出てきているので、愛と不安というのは天秤のどっちかじゃなくてですね、この不安もあるけれど、それ感じてよくって、 で、愛っていうのは、不安のさらに奥底の根底全部を含んでますと。不安が出てもいいんですよと。で、あのご質問者の通りですね、不安があ,あるね、あるよねってこう感じてあげるだけで大丈夫で、それをあるよねってこう認めることも愛なので、不安が出てもいいと。で、この愛で伝わってるかなっていう不安が出てても、愛で響かせていればいいということです。なので、まとめるとですね、 肉体層にある不安感情のフォトンもあるんですけども、そのフォトンの振動数も不安振動数も振動数を上げられます。でそのフォトン振動数が上がってきたときに、不安がほぼ湧き上がらなくなってきます。でなので、ああ、まだ不安あるよねってこう感じてあげることは大丈夫です。そのまんま愛を選択していくとで。そういう人たちだらけになる地球中から愛を湧き上がらせていくことになっていきます。 あなたがこの愛,愛を選んでいこうってやっていくと、す、え、べ、ー、ての現象の根源が愛、ゼロポイントフィールドがあるので、そこを湧き上がらせることができていると。なので、ご自身がです、ね、不安を感じながらも、不安ダメだとかあ、不安が飛んじゃった、どうしようって感じても全然 OK で、構わず愛で存在するというふうにしていっていただければと思います。そういうふうに、ご自身の根源側にある 愛を響かせていくで。お相手の根源にも、いろんな出来事の根源にも、この素粒子の根源のゼロポイントフィールドがあるので、えー、そちらの側をですね、響かせていっていただければ、えー、そこをどん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 湧き上がらせることができる。そうを意図しながらやっていっていただければと思います。えー、関連動画ですね、こちら見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。